浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。京一帯での地位を盤石なものとした信長は未だ勢力の及ばない西方への範囲拡大を狙う。信長は西国最大の脅威である毛利の打倒を念頭にその足がかりとして丹波の制圧を目指す。丹波攻略を命じられた光秀は黒井城に向けて出陣準備を整えるのであった。光秀編第五章、片割れ月、丹波侵攻。行くぞ利光。最近の光秀様ほんと怖いよな。俺迂闊に近寄れねえよ。ああ、信長様ともども人が変わったみてえだ。噂じゃ悪鬼に疲れてああなっちまったとか。無駄口を叩く暇間があるようで何よりだ。そなたら出立準備は整っていいような。利光様、はい、直ちに。申し訳ありません殿、聞くに耐えぬ話を。ざれ言だ、気に留めるな。やっぱり変わったよ光秀さん。これも全部親父の冷酷さに当てられて。ダメだダメだ、あの日のことは忘れねえと。親父を信じるってそう決めたじゃねえか。俺は三月、親父のために戦う忍び。よし出るぞ。こたびの戦に我が身命をかける。丹波の若鬼が敵を残らず打ち果たす。無謀なる鬼は残らず退治せねば。手始めに砦を制し進路を開く。信長との誓いを果たすため丹波は必ず俺が制圧する。伝令か、目障りだ、切り伏せろ。これでこちらの動きが相手に漏れることはない。刃から逃れられると思うな。開門。なんと目覚ましきご活躍。一瞬俺の刃から逃れられると思うな。不なしを入れ。すべて壊そう。開門。口ほどにもない。殿の相手にはならぬな。光秀さんの迫力に敵が気を押されてる。来たな明智よ。こ
俺に切られる覚悟はいいか。俺の刃から逃れられると思うな。全て壊そう。待て、我らは赤井に巻き込まれたに過ぎぬ。これよりは織田と共に参りたく存ずる。戦場に我が手勢を潜ませておる。共に赤井を打ち払おうぞ。まあ光秀さん、俺肩のは信用できねえ。悪さしねえか、俺があいつを監視するよ。肩のは信用ならないが、利用価値はある。見つけ、奴の動向に目を配れ。敗北条件変更。俺を欺いたその時はその命で贖うことだ。行くぞ。南の敵を打ち倒さん。開門。援軍を呼び込む。中央の砦を制圧せよ。おい旗野、勝手に動いてどういうつもりだよ。何、我らが同胞に進軍の合図を送るのみよ。懸念があるならば共に来ればよい。兵糧運搬を企んでいたか。向かうならば民草とて切り捨てる。刃から逃れられると思う。無双の刃、全ては破壊のために。甘い、全て壊そう。止まりはしない。見えた。返して。俺の刃から逃れられると思うな。奴はなったか。みんな潜伏を解くのだ。これは、やっぱり裏切ったな。真に受けたお前が悪いのだ。愚かな明智を叩き潰すぞ。
ずに物言わせやがって。ただいま。おっと、再会を喜ぶのは後だ。今は目の前の敵を倒そう。黙れろ！敵将、やってやったぞ！打ち死に！どうやった？敵将、どれ？その技、俺にも教えてくれよ！どうだ？どれ？打ち死に！黙れろ！オッケー！あやつ。誰も欺きをって、この策ならばうまくいくと申したではないか。打ち死に。あなたの捨て駒、奴に入れ知恵した者が他にいるのかもしれない。あたの目、何をやっておるのだ。我らに行くしかあるまいな。大門、丹波の青鬼が参るか。厄介だ。攻勢を避け城を早急に制圧するが上策か。青鬼とて獅子を折れば戦えまい。周囲の仲間から切り伏せる。丹波衆の恐ろしさ、身をもって知れ。応援の邪魔はさせぬ。ここで散れ。どうなった。以上敵を増やされてたまるか。ではここで倒す。打ち死に。黙れろ。マリセ、分かった。打ち死に。打ち死に。なんと目覚ましきご活躍。すべて壊そう。承知。敵将、やってやったぞ。悔しいな、ここまでか。黙れろ。やってやれ。承知。どうだ、急げ。この丹波の青鬼が相手となろう。泣く泣くは全力で挑め。打ち死に。その技、俺にも教えてくれよ。まだ倒し足りない。この俺が
で破れるだと。打ち死にして。刻まれろ。ここまで攻め込まれてはもはやかなわぬ。我らは織田に降伏いたす。どうだ開門。城内の敵を片付けろ。決してためらうな。明智め、なんたる無慈悲な。討ち死に。やってやる。降伏すると申したはずだ。何故我らに刃を向ける。左近は残さず断ち切らねばならない。悲願で己が無力を恨め。決まった。開門。黙れろ光秀さん。少しやりすぎじゃねえのか。何もここまでしなくても。討ち死に。奇襲か。我らの策を嗅ぎつけようとは。邪魔立てはさせぬぞ。貴様らを倒し策を実行するまでよ。俺の城と刃、誰にも阻めはしない。討ち死に。黙れろ。ただ倒し足りない。見えた。殲滅する。甘い。全て壊そう。俺の刃から逃れられると思うな。無駄な多少すら切り捨てる。止まりはしない。貴様の非情さ、不愉快極まりない。丹波の若鬼がその腐った性根ごと貴様をほふってやろうぞ。赤鬼ごときに天魔の行く道を阻ませはしない。光秀さん、クソ、俺は何を信じれば。丹波の制圧はなった。俺はまだ止まれない。みんな、ただいま。俺、山中鹿之助が無事に帰ってきたぞ。鹿之助、まさか誠に生き延びていようとはな。言ったろ、必ず帰ってくるって。俺は約束を守る男だ。うん、よかった。本当によかったよ。おかえり、鹿之助。まったく、三月は相変わらずにぎやかだな。なあ、三月で。まあ、すまない。俺は外す。利光、鹿之助は案内してやる。三月で。すまない、鹿之助。今の殿は多忙を極めしお方ゆえ。ああ、いいっていいって。こっちこそ忙しい中引き止めて悪かったな。光秀は着実に理想に近づいているみたいだ。俺ももっと頑張らないとな。お待ちしておりました光秀殿。ふふん、本日も愛も変わらず清きお姿で。世辞はいい。要件は何だ。これは失礼。では単刀直入に。
光秀殿、どうか私と共に歩んではいただけまいか。私が作る理想の世、そなたにはその一員となっていただきたいのです。何かと思えば謀反を考えているならばやめておけ。今の信長にあなたがかなうはずもない。それに俺の刃は信長のためにのみある。他の理想のため振るうつもりは毛頭ない。ご案じくださりありがとうございます。ですが心配ご無用です。なぜなら私にはあっと少しおしゃべりが過ぎましたが、では私はこれにて色よい返事をお待ちしておりまする。やつの余裕、何か匂うな。急ぎ信長に報告せねば。